さあしかし増田にとっては嬉しいスリーベースヒット。バッターボックスは途中出場の岩崎です。うんと完封ならず。もったいない気もしないではないですけどもね、立山さん。ここで厚澤コーチが行きます。完封していれば2012年9月28日の、ま、ラスト登板ライオンズ戦以来となるところではあったんですけれども、まあ、ただもうこれ切り替えしかありませんね。まあ、もちろんそうですね、はい、はい。